ではこれから修行を始める。わっと、その前に。今さら。そんなのもちろん知ってるってばよ。チャトラだろ。シャクラだよ。現に俺たちは術を使えている。ん？木登り。木登り？ま、見てろ。とまあこんな感じだ。こんな修行俺にとっちゃ。お宅はいいから早くどの木でも登ってみろ。にゃむくん。よっしゃー、いっくぞー。案外簡単ね。いやー、チャクラの知識もさることながら、おかげに一番近いのはさくらかな。宇治派一族ってのも案外大したことないのね。サスケ君に嫌われちゃうじゃない。ね、性格の読みやすいやつね。まったく。ん、あのさコツ教えてくんない。えだね、ね、お前のチャクラの潜在的な量はおそらくサスケ以上して、この俺すら超えている。楽しみだよ。またちょっとあんた、えちょうだい。よし、いい感じだってばよ。よし、いける。おい、ナルト。だはが、もう何なんだってばよ、お前は。その、なんだ。え、なんだよ。この前、さくらにコツ聞いてたよな。お前に、なんて言ってた？教えない。おかわり！我慢してでも食わなきゃ。うん、けど吐くのは違うぞ。行きますよ。あんた誰？あ、起こしてくれたの姉ちゃん。つかそっちこそ何してんだ。あ、それと僕は男ですよ。ね、なんでだ、不思議だ、この世は謎に包まれている。いでっ、おい、何すんだってばよ。飯の時間も忘れたか、うすらトンカチ。ん、すごい。うわっ、やっ、うわかった。まずい。なんちゃって。あ、うわー、ナルトのバカ。このうすらトンカチが。サスケ、こいつはよく成長してやる。帰るか。おい、二人ともてっぺんまで登ったぜ。よし。おっ、あった。このうすらトンカチ。